ジョゼフ・ジョージ・ミロックは、イギリス・ロンドン・ウォルサム・フォレスト区出身のサッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー。ニューカッスル・ユナイテッド FC 所属。イングランド代表のユース年代に選出されている。イギリスのロンドン・ウォルサム・フォレスト区出身で、アーセナル FC アカデミーに所属し、2017年9月20日に行われた、エフルカップのドンカスター・ローバーズ FC 戦で、 プロデビューを果たした。2018年4月15日、ニューカッスルユナイテッド FC 戦で、プレミアリーグデビューを果たした。2018年11月29日、ヨーロッパリーグの FC ボルスクラポルタバ戦で、トップチームでの初ゴールを決めて、勝利に貢献した。2019年1月5日、FA カップのブラックプール FC 戦で、初の1試合に得点を決めた。 2019から20シーズンにファーストチームに正式登録。リーグ戦では先発出場の機会はそこまで多くなかったものの、最終的には29試合に出場した。2021年2月1日、20、21シーズン終了まで入ッするユナイテッド FC へローン移籍することが発表された。同年4月4日、 プレミアリーグのトッテナム戦で引き分けに持ち込むゴールを決めるとそこからベンチメンバーだったバーアンリー戦と不出場契約があったローン元のアーセナル戦以外のシーズン終了までに出場した7戦すべてで得点を決める大活躍をした。プレミアリーグ出場試合7戦連続ゴールはニューカッソルの選手としてはアランシアラー以来2人目であり、 プレミア史上最年少での記録達成であった。また、トッテナム、リバプール、ウエストハム、レスター、マンチェスターシティと対戦相手はリーグ戦上位の強豪チームばかりであり、トッテナム、リバプール戦のゴールは引き分けに持ち込むゴールで、ウエストハム、シェフィールドユナイテッド戦のゴールは勝ち越し団と結果に直結する重要なゴールが多かった。この活躍から5月のプレミアリーグ月間、 最優秀選手に選出された。2021年8月13日、サクキローンで加入していたニューカッスルへの完全移籍が公式発表された。クリスとマキという兄がいる。二人の兄も同じくサッカー選手をしており、アーセナル FC アカデミーに所属していた。現在、二人の兄はアーセナルを離れてそれぞれ別のチームに所属している。2017年5月、 マンチェスターユナイテッド FC 対アーセナル FC のリザーブチーム同士の試合で3兄弟がピッチ上に揃ったモントセラト人の血筋である。ありがとうございます。